こちらの造形物を、造形してみました。前回はちょっとサポート材が、ものすごくよれてたんです。で、今回もやっぱりよれてますね。途中でこのサポート材が上に積み上がっていく途中、段階で、下の方のものが、収縮をして、そして上に積み上げたときに、おそらくこれ、下にあったはずのものがこう上に来てしまった。で、それでこういう現象が起きてるんじゃないかと思うんですが、それから前回はですね、もっと悪いことに、内部の構造部分が、ヨレヨレになってまして、で、表面が剥がれてしまってね、構造、造形そのものが、失敗するということが起きたんですけど、まあ、今回、ちょっとオプションを変えたのと、それから、ノズルを、掃除をしました。掃除をしたきれいなノズルを使ってみたので、多分、大体うまくいくのではないかと思います。この途中のサポート材は非常に、きれいに取れましたね。それから、ここの真ん中には、軸がここに通っているはずです。どうします？ペンチで一気にやってしまいますか？少しサポートの、密度を上げるような設定にしています。で、いつもよりちょっと硬いですかね、サポート材。今回はちゃんと造形ができているんじゃないかな。内部の構造も結構しっかりと、できているようです。ちょっとだけここ剥がれちゃいましたね。いくつかうまくいってないところは、細かいところありますが、まあ、ほとんど、うまくいってますね。外観は、3レイヤーですので、多分大丈夫じゃないかな。なかなか、造形の密度そのものはかなり綺麗で緻密です。はい。